皆さんこんにちは。今回は あるね、あのツイッターのトレンドで上がっているネタについて扱っていこうというふうに思います。まあ学校休みたいとか学校休みとかねいうのが結構上がっているので、まあそのことについて扱っていこうと思います。まあね、このネタがまずそもそもなんで上がったかといえば、まあ皆さんお分かりの通り、緊急事態宣言がまた再びねこの2021年の1月に発令される、まあ9日かぐらいかなというふうにマスコミの方では報道されておりますけれども、そういうふうな予定になっているということなんですが、ただまあその学校に関してはまあ子供がね中心となって、まあこう感染拡大が引き起こされているということではないというような多分考えだと思うんですけれども、多分その考えから学校は休校にしませんということになったということわけなんですね。ただまあまあね、まあもちろんね、あの現実そのね、あのコロナの対策と、まあ、その学校を休みにするっていうのは確かにその分けないといけないというふうに思いますけれども、まあただまあ学校休みたいっていう気持ちは僕はすごくよくわかるんですね。っていうのは僕はまあかつてね、まあ、不登校の経験をしたことがあって、まあいつだって僕は学校休みたいと言ってたわけなんですけども、ただいざ学校を僕は休んでみてもうしばらくもうずっと学校行かないようになったことがあったんですが、まあなったことがあるというか、もうその学校を辞めたことが経験があるんですけども、ただね、学校を辞めたら辞めたらね、いろいろ大変なんですよね。っていうのはやっぱり、何やっても、まあなんか、あんまりね、まあ、まあ、なんかなんかなかなかね、こう家から出づらくなるし、やっぱりその人間関係っていうのもね、やっぱ学校っていうのは、ああ、そういうことだったのかっていうふうに思いましたけども、学校ってただ勉強する場所だけじゃなくて、社会的空間でもあったということなんですよね。まあもちろん勉強をするにもやっぱりね、なんかモチベーションも保てないしね、やっぱりよっぽど意志のある人じゃないと、この休みの中でね、こう、耐え抜いていくっていうのはかなり辛いことだと思うんですよね。まあだからといって別に休みたいと言うなというわけじゃないですが、いやーね、本当に大変なわけですよ。だから、まあでもね、やっぱりね、学校、日本の学校って多分なんかずっと行ってるとなんか、ああ、学校行きたくなくなるって気持ちはよくわかるんで、なんか一時的にね、休んで自分を見つめ直す時間みたいなのがね、まあ実は取れるといいのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱ学校にずっといるとね、将来の夢のこととか全く考えないんですよね。うん、だから、まあ、夢のこと考えないし、やっぱりね、なかなか、こう、自分を見つめ直す時間っていうのが、やっぱ学校にいると、なかなか取れないというのはあるんですよね。だし、まあ、いざ、学校の勉強は、あそこそこできるんだけど、全然僕、社会のこと知らないなとかね、いろいろ本を読みたいのに、なんか学校が忙しすぎて本が読めないとか、いうこともありますよね。やっぱね、あるんで、やっぱり、なんて言うんだろう。もちろんね、休日、週2日ある場合が多い。まあ、でも下手すると、休みが1日しかない子供もいると思うんですよね。だから、やっぱり、やっぱ忙しい。まあ、勉強するってことは子供にとっても大切なことなんですけれども、やっぱりね、大事なことっていうのは、将来のことを考えることだと思うんですよね。やっぱ大人で、多分今の子供でね、将来のことを全く考えないで、まあ、大学に入って、なんかもう、適当に就職を決めてそのまま大人になっていくっていう人が多いと思うんですけれども、やっぱりそれだとね、まあそのままうまくいけばいいですけど、全く夢もなくね、ただ言ってるだけだとやっぱりなかなかこう満足したね、こうなんて言うんでしょう、人生を送れないんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからやっぱりこう一度ね、できれば子供の時期に、なんか、まあ夏休みとかいい機会ではあるんですけれども、とはいえ夏休みもね、夏休みの宿題があったりとかね、そう、やっぱ自分を見つめ直す機会っていうのがね、こう、取れるといいのかなと思うし、やっぱね、やっぱり、こう、まあ、まとまって休みがあるっていうのもね、なんかいいのかなというふうには思うんですけどね。まあ、一人だけ休むとかね。まあ、家から授業を受けられるようにするとかね。まあ、そうすれば、まあ、家から授業を受けていればね。まあ、別に、まあ、でも課題もちゃんと出せばいいとか、そういう風にすればいいと思うし、なんかそういう形でなんか新しいこと考えられないのかなというふうに思うんですけどね。まあ、学校に行くことだけがね、勉強じゃないと思うんですよね。いろいろな勉強のやり方があると思うんですよ。いろいろ本を読んだりとかね。難しい。僕は結構難しい本を読むの好きだったんですけど、ね。やっぱこう、なかなかね、日々勉強してると、なかなかね、テスト勉強のこと考えたりとかして、やっぱそういうところに手を出す時間がないというのもあるんですよね。とか、部活で忙しいとかね。
まあいいですけど、まあでも、やっぱ人生のこと考える、見つめ直す時間があるといいのにな、というふうに、まあ僕はもう学校を辞めた身ですけどね、っていうふうに僕は思っておりましたね。まあ、いろいろなやり方があると思うんですよ。うん、だから、まあ、いろいろ、ね、学校休むっていうのもいいし、まあ、そこまで考えてね、学校休みたいって言ってる人は少ないかもしれないですけど、やっぱね、こう、やっぱ人間関係に疲れたりとかね、するわけですよね。やっぱこう、人間関係に疲れるしね、先生との付き合いにも疲れるし、もうなんか嫌になるなっていう時もあるしね。やっぱこう、自殺っていうのは、やっぱこう、実はね、こう、休む機会が与えられば、きっと、こう、心を持ち直すことができるのかなっていうふうに僕は思ったりするんですけどね。なかなか日本って休みづらいですよね。なんかサボってるっていうふうに思われちゃったりとかね。すぐなんかサボって、お前サボってるだろって言いやすいような感じですけど、まあでも、僕はね、結構不真面目な学生でしたから、まあ、勝手に休むことはありましたけど、まあ、でも休むっていうのも悪くないと思うんですよね。だから、なんて、今の学校はなんかね、皆勤賞とか毎日学校に行けばいいっていうふうに思ってるかもしれませんけど、それ毎日学校行けばいいってことじゃなくて、ちゃんと自分をマネジメントできた方がいいに決まってるじゃないですか。それはね、無理に体壊してまで学校来るっていうのは、それって合ってないですよね。間違ってますよね、やり方としてはね。それって絶対将来うまくいかないですよね。だから、適度にこう自分の体をマネジメントできるとかね。あとは、まあこう、将来のことを考えたりとか、いろいろそういう時間も大切だと思うんですけど、なかなかね、今の日本の学校教育っていうのはそういうのもないし、やっぱり、どうなのかなっていうふうに思ったりはするんですけども、やっぱりね、ずっと休むっていうのは結構、皆さんも分かったかもしれませんけども、休み、長い休みほどね、こう何をすればいいんだろうって、もう路頭に迷うというか、もうなんて言うんでしょう、もう、どこに行けばいいのかわからない。もうやっぱり、ね、こう、誰かにこう、道を示してもらうっていうのはどれだけ簡単かってことはよくわかると思うんですよね。まあ、だからといってまあ、別に長い休みが悪いことじゃないし、まあその時間を使って有効に使えるならいいと思うんですけれども、ただなかなかね、こう、無限の休みっていうのを与えられると人間っていうのは怠けてしまうがちですよね。だから、まあやっぱり学校は一応あった方がいいのかなというふうに思いますけどね。ただまあ、どんどんオンライン化してね、もう家からでも受けられる。別に、こう、辛い時はね、家から受けてもいいよ、というようなやり方でも、僕はいいと思うんですけどね。だから、厳格にこう、出席取るとかいうのは、別にそこまでいるのかなといえば、そんなことないと思うんですけどね。どうでしょうかね。皆さんも、まあ、学校休みたいと思う人もいれば、思わない人もいると思うんですけども、ただ、まあ、自由にね、もう僕は結構もう自由人っていうか、自称自由人でしたから、もう自由に僕は学校休んだりとかしてましたけどね。風邪ひいたとか言ってね。ですけどまあ、だからといって、まあ、それを普通の人にやるとは言えませんけどね。だからまあ、こう自分で考えを持つっていうのは大事ですから、もっとね、こう日本がこう、まあ、少し休みやすくなるっていうか、まあ、心の病気だとなかなか休みづらいと思うんですよね。だからそういうのが あるといいのかなというふうに思うんですけどね。まあ、長期休暇ってわけじゃないですけども、ただまあ学校行かない人って言っても今いるじゃないですか、今ね。今の学校通うんじゃなくてお父さんと勉強するとかね。そういうやり方もあるし、いろいろなんか選択肢があるといいのかなというふうに思うんですけどね。なんか、しばらく山にこもるとかね。いいと思うんですけどね。そういうのないですからね、日本ってのは。基本的に学校に行かないといけないですから。なんかもっといろんな自由な学び方っていうのが将来あるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。以上はこれぐらいにしようと思いますね。はい。では、チャンネル登録の方と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。以上で終わります。